豊根村、豊根村は愛知県北設楽郡に属する村。奥三河と呼ばれる東三河地方北部に位置し、長野県や静岡県と接する。16世紀までは、鴨郡、群、郡群に属していた。愛知県で最も人口の少ない自治体。海部郡飛島村と共に県内二つある村の一つ。村域の9割以上が産地である。 村内のチャウス山高原と大入渓谷が天獣奥三河国定公園に指定されている。東部は佐久間湖、佐久間ダムのダム湖が広がっている。愛知県最高峰のチャウス山、標高1415メートルは豊根村と長野県下稲郡根,根場村にまたがっており、豊根村側にはチャウス山高原スキー場がある。全国でも数少ない。 郵貯銀行代理店としての郵便局以外の民間金融機関が存在しない自治体である。かつては石戸地区に岩田信用金庫の代理店が置かれていた。指定金融機関は豊川信用金庫であるが村役場に発出所公金以外の取り扱いは行わないと ATM があるだけで支店、出張所はない。 JA バンクは豊根出張所が存在するが、ATM があるだけで、職員が扱う、必要のある取引は隣接の下楽町の店舗への取り次ぎ扱いである。平安時代に成立した、アスケは、ゴウ院寮、後八条院寮、大覚寺棟寮で、南朝の保代後天皇の孫院寮神道が、ここ、アスケ僧奥里に館を設けたとの伝説があり、現在も、 茶臼山高原の坂卜に五所平という地名が残っている。戦国時代には松平清康に売城を落とされた熊谷寺町の長男直安がこの地に逃れ黒川城を築いたが子は昨日した。江戸時代、村域はすべて天領であった。二千五年に開催された愛知万博で愛知県内の市町村名古屋市を除くが百二十の万博公式参加国をそれぞれ 一市町村一国フレンドシップ事業として、フレンドシップ相手国として迎え入れた。村内の大半の地域は、豊橋市にある、豊橋南郵便局、郵便番号が44から始まるを、地域区分局とし、集配局は、新城郵便局、新城市。実際に集配を担当するのは、豊根郵便局、豊根急集配センターで、阿賀、富山地区のみ、 浜松市中区にある浜松西郵便局郵便番号が43から始まるを地域区分局としており集配局も天竜郵便局浜松市天竜区実際に集配を担当するのは三作母郵便局三作母級集配インターである村内東部静岡県浜松市天竜区佐久間町との境を流れる天竜川には1956年に 佐久間ダムが建設された。このダムは水力発電用であり、発電所、佐久間発電所が付随するが、発電所は静岡県側に立地している。村内にあるダムはもう一つあり、新豊根ダムという。1972年、昭和47年に完成した。このダムは、佐久間ダム下流側で天竜川本流に合流する、大木瀬川の支流大川にある。 この佐久間ダム湖と新都米ダム湖の間で水を往来させ、用水発電を行う発電所が、占い天竜川河畔にある。電源開発新都米発電所で、1971年、昭和46年に運転を開始し、最大112万5000キロワットの電力を発生させる。かつては大入線から取水する、中部電力と米発電所が、天竜川河畔。 駒立あざ湯の島にあったが、新豊根ガムの完成に伴い1972年に廃止された。豊根村では中部電力が電気を供給している。前述の豊根発電所は1918年、大正7年に完成していたが、当初は静岡県にある根鉱山の自家発電用であった。これを中京地方の大手電力会社東方電力取得した後、 1923年、大正12年8月より、豊根村への電気の供給が開始された。豊根村への供給は1939年、昭和14年3月に、東方電力から中央電力へと譲渡され、続いて、戦時下の配電統制により1942年、昭和17年に中部配電へと統合。豊根村は、同社の供給区域へと編入された。 戦後の電気事業再編で1951年、昭和26年に、中部電力が発足すると、同社のとも区域に組み入れられ、現在に至っている。村内に、鉄道は走っていない。なお、佐久間ダム完成前まで、天竜川左岸の静岡県岩田郡佐久間村、現、浜松市天竜区に、国鉄飯田線と米口駅があり、南東部の分地地区への玄関となっていた。 村役場の最寄り駅は JR 東海飯田線東栄駅であり、東栄駅からは豊根村中心部に向かって、東栄町、A、バスと豊根村、A、バスが運行されている。富山地区の最寄り駅は飯田線大嵐駅であり、大嵐駅自体は浜松市天竜区にあるものの、駅前の高の素橋を渡ると、富山地区に入る。豊根村に大学のキャンパスや高校の校舎はないが、 名城大学の豊根施設や桜ヶ丘高等学校の参観学習施設がある。村内に高校はない。北下良郡下多良町の愛知県、立田口高等学校や静岡県浜松市、天竜区の静岡県立浜松、湖北高等学校佐久間分校に通学する生徒がいる。田口高等学校は豊根中学校と連携して中高一貫教育を行っている。 かつては、北下良郡東栄町にあった愛知県立新城東高等学校本郷校舎に通学する生徒もいたが、2006年には本郷校舎が生徒募集をやめ、2008年に閉校した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。